にちは。こんにちは。ナイスドームです。いやー、久々ですね。のナイスドームでですね、はい、いつもとちょっと、まあ、背景も違うし、はい、まあ、決してちょっと我々のオープニングがね、変わってるっていう。ブレた。ブレたその、前見てくれてる人も、気づいたね、オープニングね、はい、新しいのが。そうですね、今回からちょっと新しくまたオープニングをリニューアルしたと。そう、メンバーは変わらず。そうですね、メンバーからどうか。なので、もう左から6巻は、伏せや、お金の、あとエディティッドバイサロンだというところで、まあ、4人でこうやっているんですけど、引き続きね。けど、まあ、変わった理由としては、ですね、アクシデントがちょっと起きてしまいまして、はいはい、まあ、多分気づいてる方はちょっと動画も最近アップしてねえってサボってんなと思ってるんじゃないかと思うんですよ。けど、実を言うと、ディスクみたいな、ハードディスクですね、データを入れるやつが、ぶっ飛びまして、壊れた、はい、ちょっとやられちゃって、我々も撮ってたやつが、まあ、バーンっていっちゃったんですよ。で、まあ、ちょっとどうしようと、で、今ちょっと忙しくて、それをいろいろ対処できなくて、で、久しぶりにドンですよ、新宿で、はい、急に、はい、今日はちょっとね、新宿に来て。いうところですね。そうです。で、来てる理由としては、はい、やっぱもう、まあ、見てる方は多分気づいてると思うんですけど、今日つけてるものがちょっとマスクとはちょっと違うなと、はい、もうちょっとサイドから見ても耳通ってねえぞと、長えぞと、あったけえぞと、もう汗かいてる、ちょっと来たということで、本日、来てる理由としてはこの2つの商品が12月の7、はい、に、ローンチ発売されましたというところになるので、今回は新宿店に来てる理由もそれで一つであって、ポップアップストアっていうのが大々的にやっています。マスクのポップアップストア、はい、この2つと、以前のマスクの3種類が並んでるポップアップストアっていうのが、出てるので、今回はそちらにお邪魔したいと思います。はい、はい、ということで、ちょっとじゃあ早速行きますか。行きます。前にやったやつか、難しいやつ、前にやったやつ行きますか。はい、行きますよ。せーの、ということで、はい、まあ、新宿店に来ましたというところで、まあ、まずはアルコール消毒をしていきます、はい、しっかりと消毒します。でチームメイトも、まあ、健康に配慮して、まあ、アテンドしてくださるんで、ぜひ来てください。はい、で、まずここが、まあ、ポップアップストアなんですけど、あれ、ま、いつもは服屋とかが並んでるところですけど、今回は、まあ、特別にスポーツマスクで、まあ、はい、ポップアップストアを使ってますということで、さっきまでつやがいたんですけど、どこ行っちゃったんですか。どこ行っちゃったんですよね。つやさんどこだ。あれ、あれ、ここにいる。まさかのここにつやさんがいるっていう活用感をね、言っているところがね。違う、こっちいるから、いるから、忘れないで、置いてかれた、今、危なかった、壁いっちゃった、びっくりした、一人だけ壁にジャンプしたと思ったということでですね、はい、まあ、これが今、ポップアップストアになってると。めっちゃかっこいいね。かっこいいですよね、雰囲気、はい、良くて、見ればマネキンもマスク着けちゃったりして、はい、そうですね、オシャンティが、まあ、オシャレとかっていうのですけど、やっぱりやっぱアスリートの、そうですね、アスリートのために作ったっていうところがやっぱ表現されてる、間違いない。そうですね、やっぱりアスリートのために作ってるので、やっぱりこういうランニングマネキンだったりとか、実際走ってるシーンとかで、はい、つけてもらいたい商品になってるなと思ってますね。で、まあ、今日来た理由としては、その先ほどの、はい、ゲーター、アクティブネックゲーターとフリーズネックオーバーのこの2つが出て、このようなポップアップストアで、まあ、実際壁にも、サイズスケールだったりとか、まあ、自分の実際測ってもらって、メジャーで測ってもらえるので、実際店舗の方で測ってもらって、で、自分のサイズ合うか合わないかっていうのを見てもらえるというところになります。で、フリースの方も測り方がちょっと違うので、そこだけ注意していただきたいなと思ってます。ゲーターと、ネックフリースゲーターには、フリースネックウォーマーに関しては測り方が違いますので、はい、こちらの
今ロッカーさんが持ってきてくれたメジャーを使用して、実際の測り方がマスクの場合は、ここから耳だったんですけど、今回に関しては耳から、首の後ろのところまで測るような形になります。はい、なので、先ほどのあそこの壁に乗ってるこちらですね、この鼻筋の中心から、首の後ろの中心のところまでを、測ってもらえたらと思います。で、実際この着用手順っていうのを、やってもらって、まあ実物ここにいるのでやってもいいんですけど壁見ていただいて、あの、はい、あのバンドとマスク着用して、ドローコードと、ベストのポジションを見つけると。で、後ほどこちらの詳細に関しては、この動画の続きで、別のところで先ほどオープニングを撮ったところで、はい、説明したいと思いますので、まあ、このような空間になっているので、ぜひ、ね、近い方だったりとか、あと、まあのまあ、コロナもあるんで気をつけてほしいですけど、来てほしいなと思っております。はい、で、普通のマスクと、そうですね、3種類、ま、普通のマスクと、この普通のマスクの3種類と、あと自分が今つけてるアクティブネックゲーター、あとフリースネックウォーマー、この3種類が、今お店に並んでいますので、ぜひメジャーと、使って、自分に合うものを購入していただけたらと思っております。なので、まあ、みんな多分ポップアップストアの雰囲気も掴んで、すげえアスリート感満載だなと思ってるんですけど、やっぱり、この後商品詳細のところでも、まあ、どのように変わったかっていうのも、説明したいと思いますので、はい、そちら、オープニング撮ったところに戻って説明したいと思います。はい、行きましょう。はい、ということでですね、先ほどポップアップストア見てもらいましたし、まあ、着用手順のところに、まあ、自分が使われてたりちょっと謎のところもありましたけど、ね、はい、はい、まあ、実際のところの商品の、まあ、詳細っていうところを、まあ、ポップアップストアではお話ししていないので、はい、ここに、うん、ここで触れたいと思うんですけど、まあ、この商品自体に関しては、今までの従来のマスク、はい、今作ってる、今自分がつけてるんですね、ちょっと入れ替わってるんですけど、普通のやつと、はい、普通のやつと比べて、よりフィット感が優れてるようなアイテムになります。そう、なので先ほどの着用手順っていうのをしっかりやってもらって、自分の顔に合うっていうところを選んでいただければ、よりアクティブなオケーションの時に効果的だと。アクティブなオケーション、はい、運動時、運動時ですね、激しい運動、多分これで運動結構されてる人も多いと思うんですよ、はい、トレーニング、うん、ウェイトトレーニングだったりとか、はい、トレッドミルとかだったら全然いいと思うんですけど、やっぱり激しい運動、例えば実際に外で走り回ってるダッシュとか、うん、あとはまあロッカーさんとかアメフトとか、フラッグヒットとかだったら、やっぱり激しい運動の中でずれるっていうところが起きないような感じのために作ってるものになります。で、多分見てる人気づくと思うんですけど、普通のマスクとこのゲーターのマスクの面積が、うん、こっちのゲーターの方がちっちゃいんですよ。アクティブネックゲーターの方が、この幅が、そうですね、ここの幅が、この面積が、マスク自体の面積がちょっとやや狭くなってるんですよ。はい、半分ぐらい。そうですね、これぐらい違うんですよ。はい、で、違う理由としては、ここのベースレイヤーの生地がアイソチルの素材になってます。おー、なのでより涼しい作りになってます。なのでアイソチルの面積を増やすことで、よりそういうアクティブな外でのオケーションの時に涼しく快適に動いてもらえるというのが、こちらのアクティブネックゲーターの特徴になります。まあ、あとはここがずっとこうな止められる感じだから、そう、ここで止まるんで、耳とかにずっと引っかかってないんで、負荷が耳にかからないっていうところは、やっぱりストレスフリーになるかなというところになっています。しっかり固定されそうですね。そうですね、首というか顔全体がこのベースレイヤーの感じで、そうで、実際つけるときにはもうこう被る感じになるんで、もう使わないときはこのまま首にかけてもらって、ランナーとかだったら結構つけて外すシーンが多いと思うんですよ。なのでつけて外して走ってつけてみたいなっていうのを繰り返しやると思うんですけど、こういうのだとやっぱり耳のところが伸びちゃうとか、そういうのもあると思うので、はい、
まあ、つけやすい感じになっているのがこのアクティブネックゲーターになります。でそれに比べてこの今2人につけてもらっているこのフリースネックゲーターフリースネックウォーマーですね。フリースネックウォーマーに関しては、フリースの生地を使っているのでより暖かさをもたらしている。で運動時にも使ってもらえるように、マスクもつけてでちょっと、ここに空気が抜けるような感じの作りになっています。で結構重要なのが、ここの面積さっきちっちゃいって言ったんですけど、はい、やっぱりマスクと違ってこう顎で合わせちゃうと、どうしてもちっちゃいので合わないいうことになると思うんですけど、はい、基本はここのマスクの下の部分、ここで、そうですね、ここの部分で顎がある感じなので入る人は入りますし合わない人はこの感じでここに顎があるような形になるので、僕の顎の頂点がちょうどこのラインに沿ってる感じ、はい、自分は今そうですね。なので、まあ、人それぞれそのフィットっていうところで入る人は入りますし入らない人はいるので、そこの自分のフィットとあとこのドローコードのところで調整してもらえるというところになっていますので、よりフィットするような作りになっているのがこのゲーター2つになりますというところです。何かありますか、他に気になること。運動時もすごいし自転車バイクとかも全然ありだな。そうですね、やっぱこれ通勤自転車通勤の3人なので、はいわかりますけど、やっぱもう冬場のところはそうですね、呼吸しやすいし、マストだね、マストで、はい、ネックウォーマーだと口に張り付いて、しかもそこのところが息とかでびちょびちょになる。確かにそれがないのが本当いい。確かにそうですね、うん、まあ運動時も同じことが言えると間違いないですね。ランニングとか、はい、でこれはもう本当アイスチールなんで、もう涼しく走ってる最中にも持続的に冷感をしてくれるんで、いい感じかなと思っております。はい、機能としては、マスクとほとんど一緒です、はい、もう撥水加工ついてますし、表に飛沫が飛ぶのを制御してくれますし、アイスチルもついてますし、花粉も、UV もカットしてくれますし、いろいろなそこの、マスクでの紹介させていただいた機能は全部ついてます。そこから、まあ、この、ネックのフィットが向上した感じですね。よりアクティブなシーンと今の冬場の暖かさをもたらしてくれるネックウォーマーというこの2種類が出ましたということでした、はい、大丈夫ですか、他に気になることありますか。サイズは、おサイズよく聞いてくれました、はい、難しいところ、先ほどの、1個前のところで着用手順、うん、サイズの測り方やりましたけど、おさらいとしてサイズは、SM、あと LXL の2サイズになります。2サイズ、 M がないと、 M がないですね。なので SM と、LXL という形で先ほどのチャートのところで、測ってもらった形で、自分の合うものを探していただければ、フィットするのではないかと思っています。もちろんあの人の顔の形次第ではフィットしない可能性もありますというところになります。ちなみに普段マスクは何サイズつけて、今はそれを何サイズ、自分はもう S の S です。 S の S、 S のマスクに S のネックゲーター。なるほど。普段のマスクは L の L、 L の L、 普段 L でこれも L で、ちょうど真ん中なんですよ、ね、M の S。 ああ、そうなんですね。ただまあ M も、普段の M も、うん、S 寄りの M なんで、ちょっと、はい、M だとちょっとピトリアルぐらいな感じなので、まあ、S で全然ジャストな感じ、はい、ここで調節できるので、はいはいはい、はい、そうですね、ここの調整は結構やっぱりだいぶ便利なので、はい、まあ、自分の顔に合った必要なさじ加減を引っ張ってもらえれば、うん、良いかなと思います。はい、大丈夫ですか。以上で気になること、感想、あ、値段、値段最近久しぶりすぎてなんか後出しになっちゃう値段、はい、値段はですね3000円と4000円です。アクティブネックゲーターが3000円、はい、マスクと同じですね、はい、でネックゲーターの方が4000円、ネックウォーマーですね、はい、ネックウォーマーの方が4000円になります。はい、以上ですかね。あのやっぱ久しぶりすぎてやっぱちょっとあの、ね、サイズと、値段とカラーですね。カラーだけど、まあ、お店のところで見てもらったと思うので、まあ、大丈夫と思うんですけど、おさらいとして、黒、ネイビー、パープルの3色
で、こちらが黒とネイビーの2色になります。はい、なので、まあ、先ほどの店舗で、まあ、見てもらったり、まあ、自分で実際ポップアップストアに行っていただいた方が、雰囲気もいいですし、そうですね、かっこいいなという感じになっているので、ぜひ見に来ていただけたらなと。もちろん今のコロナちょっと危ないので、マスク、UA マスクしていただいて、お店の方に来ていただいて、お店もアルコール対策もしてますしね。はい、ということで、ぜひ来ていただけたらなと思います。もちろん e-com サイトの方でも販売はしていますので、そちらで、はい、ポチッとしていただければ購入できます。店舗は新宿以外でどこに売ってるんですか？店舗、新宿以外ではですね、有明店も置いていますし、基本直営店は置いています。で、ファクトリーハウスの方にも、置いていますので、まあ、近場のファクトリーハウスに行っていただければ、はい、ご購入できるかなと思います。で、まあ、近くにない場合はイコムでポチッとしていただけたらなと、はい、初めて真田さんの声を聞いてました。確かに、はい、そっちしか思ってない。持って帰ってた、持って帰ってた、はい、俺もね、ずっと思ってた、話しながら店舗どことか初めて、真田さんがデビュー、声だけデビューしましたね。天の声みたいな。はい、感じなので、引き続き、まあ、ナイスドームでも、はい、商品紹介をしていきたいと、はい。決してサボっていたわけないので、引き続き上げていきたいと思いますので、はいはい、ぜひ見ていただけたらなと思います。じゃあ、最後の得意の3つ。チャンネル登録、コメント、高評価。あー、危ねえ、久しぶりにやるか危なかったなということでですね、はいはい、この3つをしていただいて、もちろんマスクについて、コメント、質問などあれば、回答させていただきますので、そちらでしていただけたら、早急に対応できる範囲でさせていただきたいと思いますので、はい、ぜひしてください。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。